進入インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。スロー算定はほぼ揃ったスタートになりました。さあここは1コースから1番のブス島が逃げる展開。3コースから3番原田の攻め届かず、打ちをついては2番の太田。さして追走、さあ真ん中割ってきたのは上がってきた5番の山口。山口が混戦からここは2番たらすいというところですが、打ちをついては4番の寺野も続く。スタートは前提正常。どうでしたか水面は。まあ低ければなんとかっていうところですね。そうですか、はい、はい。初動でのこう船のホームガードの向きっていうのは良かったですね、今のは、ね、はい、ぐーっとこうなんかそうですね、帰って、まあ、ちょっと横風気味なので、はい、勝手に船が向いてくる感じですね。なるほど、はい、船が流れるのをこう止めてくれるみたいな。そうですね、頂点過ぎたぐらいでしっかりと風が戻してくれるので、あ、まあ、よりいいターンになったのかなと思います、はい、実際こうしてレース終わってみてどうですか。まあ、船足はやっぱり悪くないなっていうところなんですけど、まあね、ボートがワーストボートなので、はい、やっぱその辺が影響してるのかも。とにかく乗りづらさがやっぱ何やっても解消しないので、はい、まあ、ちょっと上手にお付き合いしなきゃなと思います。なるほど、はい、上手にお付き合いですね。そうですね、はい、さあ、ドリーム制しました。ファンの皆様に一言お願いします。はい、残りもしっかり頑張りたいと思います。昨日に走、そして今日このスタッチドリームを制しました。明日はシリーズの3日目です。サインをしていただきました。はい、ポーズもあります。ブス島誠選手でした。お疲れ様でした。